はい、どうも、研究です。今日はですね、ウィニングポスト9、続きやっていきましょう。種付け終わりました。まあ、今回もね、まあ、いつもと、同じ感じなんですが、はい、一応さらっとね、いきます。はい、まあ、こんな感じでしょう。まあ、キングクラシックとかね、付けれそうなら、まあ、付けてます。それでは、いきましょう。まあ良さそうなところには、所有のね、種母馬をつけると。さあ、大物参加出走、人気ありますね。さあ、能力的にはね、ぶっちぎってるわけじゃないので、さあ、どうですかね、もう一伸び欲しいが、まあ、来ないですね。まあ、一生懸命走ってると。はい、2着ですね。はい、まあここは2着。さあ、そして最高額、15億の走り。これダイジェスト行こう。さあ、今回見せることができるか、15億の走り。あー、もうね、ちょっと今の今一瞬つっただけでもう沈んどったよね。いや、分からんぞ、まだもう一伸び、諦めないのねんつってこんかな、いきません。はい、次ね、次行こう。一応話は聞いてやる、教えてくれ。次回に期待しましょう。はい、でクイーン三冠ですね。クイーン三冠出走、クイーン三冠能力こんな感じ。今 G1 5勝ですね、してます。そしてキングカフェが出走。はい、キングカフェはこんな感じでいきましょう。 OK、 絆を使いましょう。危ねえ、忘れるとこあったわ。ね、ここはね、そうですね、大鳥軍団に入りたい、キングダートバッツ。さらに使いましょう。で、さらに使います。もうがっつり上げていきます、ダートバツね。で、今ダートバツが絆ね、使い続けてるんですが、まあこんな感じ、スピードね、結構伸びてきました。まあもともと期待できるんでね、まあ次はこいつですね、こいつの時代が来ますね。はい、それじゃあネクストいきましょう。さあ、クイーン3冠、ここは2番人気、まあ、飛ばしますか。よし、勝ったね。さあ、そしてキングカフェが出走。まあ、桜爆心王に、ね、なるなら、この1200では負けるわけにはいかない。絶対に勝つ。4コーナーをカーブして、さあ、これからです。最後の追い比べ。さあ、来てますかね、外から。さあ、伸びは良さそう。大丈夫かな。よし、OK。キングカフェ勝ちましたね。インディーチャンプキングカフェ見事一番人気に応えました。はい、まあここしっかりね、勝利と。よしよしよし。さあ、これでね、使いやすくなったので、今からはどうしようかな、1400まで走れるので、まあ海外使いですね。春雷2頭、2頭3頭くらいか。さあ、大物三冠とダートザパールが激突。そして奇襲 OK、 投手も完璧ですね。まあどっちか勝ってくれたらなんと。ただこれはね、まあなんとも言えんよね、取れるかどうか。さあ、矢崎ね、海外からの刺客伏兵、
おるかな。いません。本格化。いませんでした。だから勝つのは俺の馬だ。おお、来ましたね。キングさんは海外に牧場を持ってみたいと考えたことはありませんか。持ちたいやろ。よし、嬉しいですね。はい、これ使います。ぶっ込みます。さあ、まずは忘れないうちにね、キングカフェのローテーションを決めることと種付けもう一度ねすること。まあ、ちょっと種付けからいきましょう。フサイチ、春雷か2頭か。そうですね、フサイチか。フサイチね、ちょっと軽く見ます。ドリームジャーニーね、俺ドリームジャーニー好きなんですよね。ちょっとドリームジャーニーする？行きましょうか。で、春雷ですね。春雷は、春雷どうすかな。バトルラインでもいいですが、エイシンフラッシュか。エイシンフラッシュにします。よし、これでじゃあ行きましょう。そして次がキングカフェですね。キングカフェが、あ、戻ってきてからね、行きましょう。はい、それでじゃあネクスト行きましょう。さあ、大物三冠ダッツアパール2番3番人気。まあ、勝つとしたらやっぱ大物三冠かな。さあ、いよいよ直線の攻防、日本と世界意地のぶつかり合いだ。ここで先頭は大物三冠。後続の足色もなかなかいい。さあどうすかね、ダートザパールが来てる。来るかこれ、ダートザパール。もしかして後続の足色もなかなかいい。ダートザパール抜けた。大物さんか追いすがります。マジで1着にはどうやら大物さんか見事に勝ちました。ダートザパールアドミラルキトゥン。いや、よく来ましたねダートザパールね。3着争いといったところでしょうか。よう来たなこれ。いや、勝ちました。まあこの辺でも取れるか。はい、勝ちましたね。いや、ダートザパールね、ちょっと今見せますね。次はまあクイーン参加が出走ですね。宝塚はだけかな。はい、さあ、来たね、キングピア2デビュー戦。次行きました。いや、キングピアツ、ちょっと頑張ってほしいよね。勝てる。お前ならやれる。よし、これ嬉しいですね。まあ、投手とかね、あげたいんですが、絆はね、他にちょっと使いたいので、まあ、ここは我慢やね。で、ダートザパールはね、能力はこんな感じ。まあ、スピードは D ですね。で、大物三冠が C プラス。まあ、よく来ましたよね。嬉しいね。はい、それじゃあ、まあ、ここはネクスト行きましょう。まあ、まずしっかりね、ピュアマイル2ピュア2、まあ、一番人気ですね。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭はキングピュア2、キングピュア2、余裕のある走り。2番手は、大丈夫ですね。まあ早熟なので、まあガンガン使っていきましょうかね。キングピュア2先頭だ。まあ、さらに、離していくと。2番手はグランアレグリア、キングピュア2今ゴール。よし、取りましたね。強さです。キングピュア2 1着。オッケーオッケー。まあデビューはこうじゃないとね。これは桁外れの強さだ。キングピュア2。所有してない自家製3番もさ、まあ、結構活躍してるみたいね。
うん、いい感じやな。さあ、キングカフェが来ましたね。あー、まあ、出走させとく。1200ね。とりあえず。さあ、そしてじゃあ決めていきましょうか。まずはピア2ですね。ピア2は1400から2500走ることができると。そうですね。1400から2500か。まあ、結構使いやすいよね。まあ、とりあえずこの辺行きたいですね。あとは1400からなんですが、まあ、1200、はい、まあ、この辺をねちょっと使います。ここは飛ばして、まあ、この辺行きましょうかね。いや、ちょっと待てよ。9月の2週で、こうでいこうか。で、9月の2週まで決めた。うん。その後は、ああ、この辺もいいですね。10月3週、いや、10月5週でいこう。10月5週、11月2週で、こっちね、まあ、こっちもガンガン使っていくって感じでいきます。はい、とりあえずこいつはこんな感じでいこう。あとは OK かな。キングカフェか。キングカフェはね、1000からまあ1400、今が、うん、どうすかな。1000から1400。このあと2周出してから、はい、これでいきましょう。とりあえずぼちぼちやっていきます。まあ、金カフェはね、焦る必要ない。はい、それじゃあネクストいきましょう。キングカフェが出走、まあ、ここはきっちり勝って、いいですね。はい、1番人気と。まあ、能力的にはね、まあ、結構高いんでね。さあ、直線に入りました。ここの直線は短い。ここで、さあ、直線短いか伸び。オッケー、大丈夫ね。よし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 。オッケー、勝ちましたね。2着にはどうやらソルベイグ。はい、ここもね、しっかり取りました。まあ、こっからは G1。行きましょう。狙っていきましょう。さすがキングカフェ。よし。さあ、そしていろいろ出走ですね。まずは、騎手から。騎手は完璧ですね。調子は最高額が、良くない、うん。かなり下がってますね。これはもう出しません。鶴丸絆、ダートザパール、そしてクイーン三冠か。OK。クイーン3冠、この後休み入れとったかな。まあ、一応ローテーションね、決めたんですが、絶対王者。クイーン3冠決めたかな。さあ、この辺とね、また戦いましょう。はい、今日も可愛いね。もう嬉しいよね。はい、それじゃあ行こう。クイーン三冠多分決めたよな。うん、まあ、しっかり決まってますね。オッケー、大丈夫。そしたら最高額ね。最高額をとりあえず2周出して、はい、って感じですかね。さあ、ここは危ね危ね。絆をね、しっかり使わないといけない。ここ3つ使います。またね、ダートバツにぶっこみます。これこいつですね。6月まではこのスピードの上がる絆ね、あるんですが、まあ、これしか使ってないです。
とにかくもうダートバッツのスピードを上げていく。はい、これで OK。 さあ、じゃあネクスト行きましょう。さあ、鶴丸絆が出走。海外のレース、鶴丸絆。さあ、どうだ。最終コーナーをカーブして、まあ、ゼニアットの代わりにこいつでね、今から取っていきたいんでね、ダートは。さあ、伸びてくる。OK、強いね。いや、さすがやな、鶴丸絆やっぱ強いな。まあ、とりあえずダートはこいつがいれば、必ずね、そのダートを勝てる馬所有したいんですよね。きっちり走れる馬をね。よし、いいですね、鶴丸絆強いわ。さあ、そしてダートザパール、うん、まあいつも通りって感じだね、これ。はい、まあ、ダートザパールそんなもんよ。さあ次。さあ、クイーン3冠出走。2番人気か。まあ、レディオロは1番人気ですね。はい。じゃあ、これはまあ、ダイジェストでいきましょう。4コーナーをカーブして、さあ、これからです。先頭は奇跡。しかし、後続の足移動もなかなかいい。奇跡いっぱいになった。さあ、とりあえず奇跡を置き去りにして、さあ、クイーン3冠来ましたね。走り切ったクイーン3冠、今、ゴール。段違いの強さです。強いな。1着、2着は微妙です。これが世界の実力だ。普通に強いですね、クイーン3冠もね。はい、勝ちました。まあもう施設もさ、まあこう出来上がってね、まあこうなると施設はまあね、敵じゃないってとこありますよね。クイーン系も頑張っとんね。まあ鶴丸系も長いけどね。ああ、マジか、不採地ね。まあしゃあないでしょう。さあ、トレブ来ましたね。キングトレブ、うん、まあこれもね楽しみですよ。9月の2週、まあそれくらいでもいいかな。焦る必要はないですけどね。はい、大物三冠が出走か。お、来ましたね、海外牧場フランスね。15億、もちろんもちろん。さあ、ダートマイルの17ね。お、よしよしよし。あ、次、ジャパンダートダービーね。よし、そこもきっちり勝とう。さあ、そしてさらに来ます。さあ、クイーン3冠勝ったね、と。もちろん。そうですね。クイーン3冠は OK で。キングトレブをね、ちょっとまあ、騎手どうしようかなって感じなんですよね。どうすっかな。誰にしようかな、騎手。トレブか。トレブね。まあ、ちょっと迷うけどな。どうすっかな。トレブ。ドラゴンでいきましょう。さあ、これでいいかな。 OK。 そして、まあ海外の牧場楽しみですね。まあこのウィニングポスト9だとね、初めてなんでね。はい、大物参加、まあこれ飛ばします。はい、それじゃあ、ジャパンダートダービーね、鶴丸絆、そして大物参加がね出走と。騎手は完璧、投手も完璧ですね。はい、それじゃあネクストいきましょう。さあ、まずは、大物三冠が出走。これはちょっと厳しいか。うん、厳しいね。さあ、鶴丸絆1番人気。ここはね、負けるわけにはいかねえ。国内でね。国内には敵はいない。さあ、直線に入ります鶴丸絆は。これからの勝負、
よし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 、一人だけ違うやろ、一頭だけ違う。ここから引き離しにかかります。2番手はハヤブサマカオ、後続は大きく。まあでもやっぱりね、このジャパンダッタビはね、抑えたいんですよね、俺必ず戻ってきてますね、いつもね、今までね、この距離が走れるんであればもう必ず出走させると。よしよし、取りましたね。まあこっからはね、ちょっとまあ迷うんすけどね。まあ今ダートで使ってるのが鶴丸絆しかいないので、まあ国内走らせてもいいですし、まあ海外のレースをね、取ってってもいいと。さあダートザパールと、キングピア2来ましたね。まあ初めての海外と。まあ投資3なんでね、まあどうかなって感じあるけどね。はい、それじゃあここはもういいかな。鶴丸絆はしっかり決めてあるね。はい、10月の5週まで決めてあるので大丈夫やね。うん、まあ負けんよね、うん、まあ十分強いよね。まあまだまだね、長く走ってくれると。まあ鶴丸絆が当分はダートやってくれるか。ただもう一頭くらい欲しいね。はい、じゃあネクスト行きましょう。さあここはピア2ね、初海外、海外参戦。まあ買ってくれたら嬉しいですけどね。まずは慣れよ、この海外の雰囲気。そして芝、慣れていこう。キングピュア2、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。2番手はキングヒッター、完璧です。はい、勝ちました。キングピュア2、1着、2着はキングヒッター。さあ今までのピュアマイルとかピュアマイル2、なんとかピュアみたいな、あの辺を超えることができるか。よし、とりあえず勝ったと。さあそしてダートザパール、まあこれはちょっと厳しいね。はい、ぶっちぎりに強いやつちょっとでもね、いないんですよね。今までみたいに、まあ、能力高くて、まあ、鶴丸絆が強いんですが、その次ってなるともうクイーン3冠ですよね。クイーン3冠もね、今までの馬と比べたらまあまあまあって感じやろ。パワーも A でスピードも A プラスなんでね、まあ十分戦えるんですけどね、まあ、ぶっちぎりじゃないと。ピュア2がどうなるかやね、これね。まあこれ楽しみやね。1400から2500走れるので、牝馬3冠狙ってもいいですしね。牝馬3冠狙うかな。まあ、あとはトレーブがどうなんかなんですけどね。トレーブが菊花賞走れるならそっち行きたいんですよね。クラシックなので、まあ、3000走れるかもしれない。はい、ということで、今回はとりあえずちょっと絆だけ使ってじゃあ終わりますか。まあ、この辺は OK で、あれ使おう、大鳥軍団使おう。でこれを間違えずにこっちね、キングダートバッツに使う。でさらにキングダートバツに使う。はい、でもう一つさらに使っていこう。あ、いいね。はい、これもねダートバツに使うと。まあ、正直もうこれくらいでいいよね。もう十分な気するな、これ。これ以上伸びるこいつ。今のところ 3×7、 まあ21ですよね、使ったので。まあもういいか。はい、ということで、まあ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。